こんにちは、よりです。今日も野球ゲームパワープロ2020でテニプリのメンバーを作ってみたので紹介していこうと思います。今日は立会を作ってみました。立会の皆さんをね、作ってみたので紹介していきたいと思います。まあ、全体的に何のことなのかよくわからんわっていう方はね、第1回の評定編を見ていただければ、まあそこそこわかると思いますので、まあそちらを見ていただけるとよりわかりやすいかなと思います。というわけでじゃあ早速、立海大附属中テニス部野球部の紹介をしていきたいと思います。立海大附属中、1番、セカンド、仁王正春。いやー、仁王はね、再現通りに育成するのが難しかったですね。必要以上のスピードは求めていないながらもそこそこあるスピード、手塚や白石になれるテクニック、どちらかというとね、弱点に近いパワー、こういうところからね、察した結果、こういう技巧派な能力になりましたっていうのが、まあ、左側の基礎能力ですね。まあ、あとはね、頭が切れるっていうところをキャッチャーもできるようにして、キャッチャー B をつけるっていうところで表現しました。このキャッチャー B っていうのはね、このゲームメイクのうまさみたいな評価も表しているんで、まあ、ぴったりなんじゃないかなと思います。まあ、このキャッチャーっていう能力が A になるほどね、キャッチャーとしての頭脳的能力が高いみたいな風に捉えていただければいいかなと思います。他の特殊能力はもう見たまんまですよねっていうところなんですけど、まあ、イリュージョンがあるから魔術師っていうのと、ペテン師だからトリックスター意外性って感じですよね。まあ、あとは人を見る目、人の癖を見抜く目っていう眼力があるから、そこから選球眼もつけましたという感じですね。まあ、あとは国際大会で大活躍なので国際大会丸っていうのもつけたし、あとはまあ人気ランキング上位なので人気者もつけたって感じですかね。セカンドにした理由はライトが野球なんですけど、そこの、まあ、野球の前にいられるからっていうところが大きいですね。まあ、髪型ね、見た目ちょっと女の子っぽい感じ、前から見るとそんな感じになっちゃってるんですけど、これがね、ちゃんと後ろ結んであるんですね。パワープロで再現できる髪型の中ではこれが一番適してるかなと思います。まあ、ぜひね、試合では後ろ髪も映ることがあるかと思うので、まあ、見てみてください。じゃあ次、2番ライト野球ひろし。なんといっても一撃必殺、正確無比のレーザービームですよね。技術的な能力を高くして、そこにさらにレーザービームということで肩を強くしてるっていう感じですね。まあ、野球では外野からの矢のような鋭い返球のことをレーザービームって言うんですよ。これは野球には必須ですよね。これがあるから外野手、その中でも肩の強さが求められるライトっていうポジションを任せてます。2番打者っていうのはつなぎ役っていう役目もあるんで、まあ、広志が適任かなと思いますね。だから2番ライトです。頭脳明晰なところとか相手を引き立たせるというところでね、まあ、そういったところからキャッチャー B っていう能力をつけて、まあ、あと周囲への気配りなどが素晴らしいみたいなところからムード丸、チームプレー丸っていうのもつけたりしてます。まあ、あとはね、お堅いから固め打ち、まあ、アデューがあるから、まあ、さよなら男みたいなところも表現してますね。まあ、メガネがね、反射してくれれば最高だったんですけどね、そういうメガネはパワープロでは用意されてないですね。あと野球ひろしさん、打席に入るときに審判に一礼するようにしてるんですね、これそういうフォームがあったんで、お、これぴったりじゃんってことで適用させましたね。はい、次、3番ファースト真田源一郎。真田はかなり強くしてますね。もう総合的に強くて、あと威圧感なんてもうそのままでしょそのままでしょ、威圧感バリバリだもんね。まあ、ヘッドスライディングっていう特殊能力をつけてるのは、あの阿久津とのね、新手にでのダブルスでよく必死に球に飛びついていたからっていうところですね。ファーストにした理由は源一郎だから一塁手っていう、まあ、単純な理由なんですけど、まあ、あとはね、ピッチャーが赤谷なんですけど、その赤谷に近いというかね、カツを入れやすい内野手で空いていたところって感じですね。まあ、フォームが、この、野球さやかって書いてあるんですけど、これは、あの、パワープロのキャラに、野球さやかっていうキャラがいるんですけど、その子のフォームだよってことなんですね。で、これがもうぜひね、試合で見たらもうわかるんですけど、マジで真田にマッチしてるんで、お楽しみにという感じです。はい、次。4番、サード、雪村誠一。これはもう、テニプリのキャラの中で最強の選手っていうのを意識して、育ててみました。もうとにかく強く、そして特に強いのが
テクニック面っていう感じですね。アベレージヒッター流し打ち、守備職人っていう特殊能力もそんな感じですね。まあ、かく乱っていう特殊能力は、まあ、相手をイップスにさせるから、そういう、まあ、名前的な面で、まあ、持ってたらそれっぽいかなというところですね。あと逆境丸は自分がイップスにさせられても自力で復活したからっていうのと、対変化球丸は全国大会の決勝で龍馬との試合で打球は消えたりしないよみたいなセリフを言いながら様々な技をね打ち返したからですね。国際大会丸もつけたし、人気者もつけたし、まあ、あとは隙を逃さない容赦ない走塁をしそうだから積極走塁っていうのもつけてみました。最初はね右投げ右打ちで作ってたんですけど、ミラージュミラーが使えんじゃんっていうのを思い出して慌ててね、もうそれをやり直して両打ちで作る方がふさわしいだろうということでやり直して作りましたっていう、この雪村育成の苦労話はまあさておき、まあそんな感じなんですね。まあ、じゃあ次5番キャッチャー柳蓮司、3番4番とクリーンアップが立海ビッグ3だったので、だったら5番もでしょっていうことで柳が5番です。ゲームプランを組み立てるうまさ、頭の良さからキャッチャーにしています。ピッチャーの赤谷をうまく扱うという面でも柳がキャッチャーがいいかなと思いました。技術面に特化し、かつ目立った弱点のない基礎能力、特殊能力もキャッチャーとしての頭の良さの最高レベル、キャッチャー A を超えるね、球界の頭脳、キャッチャー A とかいう概念を振り切ると球界の頭脳っていうのになるんですけど、それをつけましたね。あとはデータテニスを実行する正確無比なショットっていうのがあるから、まあストライク送球、これがあると正確無比な送球ができるんですね。柳のイメージに合っているんじゃないかなというところでつけてみました。まあ、あとはかまいたちのイメージがあるから低球質だって感じですね、という柳蓮司さんでした。じゃあ次6番ショート丸井文太、卓越した技術面からショートのイメージがあるのでショートにしたというだけでなく、まあ、センターを守るジャッカルの前にいるからという理由もあってのショート文太ですね。まあ、ショートは花形ポジションっていうのもあるんでね、文太のイメージ的にも合ってるんじゃないかなと思います。6番なのは、6番って前に3番4番5番はクリーンアップっていう打線の中心人物がいるところみたいな話をしたと思うんですけど、その人たちが返しきれなかったランナーを返すっていう勝負強さがね求められるので、俺は来たるべきチャンスを狙えばいいというセリフ通りチャンスが多いとされる6番での起用、そしてチャンスでですね、前にジャッカルを置いてチャンスメイクさせて、その後に文太っていう打順の並びもいいかなとは思ったんですけどね、いろんな兼ね合いで文太が先になりました。まあ、基礎能力はね、技術面を伸ばしてますね。まあ、ミートとか守備とかっていうのが上手いような感じにしてます。パワー的なところは平均的な感じですね。で、特殊能力は厚強に狙われてもそこまで大きな怪我なく済んだので怪我しにくさ B、 そして勝ったので逆境丸で、走塁はなんとなくつけたっていうところはあるんですけど、まあ、天才的っていうことで芸術的流し打ちっていうのをつけてみました。これは流し打ちっていう特殊能力の上位互換で、流し打ちが抜群に上手くなる能力ですね。もうライン上にパーンといい打球を打ってくれることでしょう。あとはまあアベレージヒッター、バント職人で、まあ打つ転がすというプレーのうまさを表現していて、ワンダーキャッスルは守備職人で表現しています。代打丸がなんでついてるかっていうのは、国際大会の代表メンバーに選ばれたのに全然試合に出ないから逆につけました。7番センタージャッカル桑原、一歩後ろを行く男ということで文太の後ろの打順7番にしてみましたっていうところが、センターというポジションを守っているという意味でもそうですね。まあ、あとは外野の真ん中で広い守備範囲、そしてそれを実現する高い身体能力が必要なポジションなのでぴったりじゃないかなと思いますね。まあ、全体的には守備に特化した能力なんですけど、どうやらメンタルは課題があるらしいとグラフが申しておるので、呼吸はちょっと下げてみました。足を生かした特殊能力をつけているのと、4つの肺を持つタフさを怪我しにくさ A で表現してみました。あとはね、カイドウのスネークをたやすく打ち返していたので対変化球丸っていうのもつけてますね。カット打ちっていうのは三振しそうなところをファウルで耐えるみたいな能力なんですけど、ピッチャーの投げる球数がね増えるっていうことでスタミナ消費をさせるみたいなメリットもあって、まあ、厳しい球にも食らいつくことができて、スタミナ勝負に自信のあるジャッカルにはお似合いの能力だと思います。8番レフト玉川義雄、
ここで来たぜ玉川よしお。もしかしたらね、誰だよって思った方もいるかもしれないですね。赤谷の代で部長になる人です。赤谷が次期部長かと思いきや玉川よしおが急に抜擢されたというのをね、最初に知った時の衝撃ったらないですね。誰だよって思いましたもんね。で、とにかくキャラの情報が少ないんで未知数すぎるんですよね。だから空いているところに入れたっていうのがね、まあ打順でも守備位置でもそうなんですけど、まあだから能力的なところも全部平均的な D にしてるっていうのもあって、なんとも言い難いなっていうのはあるんですけど、ロブに定評があるということだけは判明しているので弾道は4にしてみました。これがあると打球を高く打ち上げるのが得意になるんですね。ロブに定評があるというところを表現できていると思います。そして赤谷とは対照的に周りに気を使う的なところもあるとのことなので、まあ、キャッチャー、バント、ムード、チームプレー丸っていうのをつけてみました。あとは今までずっと控えにいたというかね、試合に出てなかったから逆に代打丸っていうのもつけたし、赤谷を差し置いて次期部長に任命された意外性があるから意外性っていう特殊能力もつけてるって感じですね。いぶし銀は雰囲気でつけました。多分いぶし銀などっちかといったらそういう風なキャラなんじゃないかなということで、予測ですけどね、つけてます。あとは王者立海の部長っていうからにはある程度は強くあってほしいなという願いを込めて、まあ、チャンスとかその辺の特殊能力をね、若干高い C に設定してみました。9番ピッチャー桐原赤谷、2年生エースと言われているから、まあピッチャーにしてみたっていう感じもありますね。エース桐原、球速、コントロール、スタミナ、まあまあまあいいとして、特殊能力と変化球をまあ見てほしいかなっていうところですね。まず変化球、桐原っていう名字だからカットボールっていう安直なところあるんですけど、そして得意技のねナックルサーブ、野球ではそんな名前の変化球なんてないんですけど、パワープロだとねオリジナル変化球といって、変化球はカスタマイズすることができるんですね。命名することもできるんでナックルサーブと、いやーこれが楽しいんだわこれが楽しいんですよ。で、実はですね、野球にはですねナックルカーブという変化球がありまして、それをベースにした変化球にしてるんですね。赤谷のナックルサーブといえばどこに行くかわからない、俺以外はなという特徴がありますよね。まあ、だからあえて似たような方向に曲がるようにして判別が多少つきづらくなるようにしてみました。そして特殊能力、劣勢でも諦めない負けん気の強さと、藤君との試合では土壇場で無我の境地を発動したりしたっていうところの粘り強さから、ピンチ、不屈の魂、終盤力、闘志、根性っていうのをつけました。まあ、名前でねそういった場面に強くなるんだろうなっていうのは想像してもらえればいいかなと思います。手法キラーっていう能力は不動峰の立場のひどい目に合わせたからつけたっていうところもありますね。キレ丸っていう特殊能力はすぐ切れるからつけたっていう感じですね。で、内角攻めっていう能力もついてるんですけど、これは相手打者に近いところに投げると能力が上がるっていう能力なんで、体を狙ったりする赤谷にはもうぴったりというか必須の能力だなと思いますね。乱調っていう能力はこれはもうデビル化があるからついてますね。これ急に乱れるみたいな、急におかしくなるみたいな能力なんですよ、パワープロで言うと。あとはですね、すぐに試合を終わらせようとするところからクイック B とかテンポ丸っていうのもつけてますね。このテンポ丸っていうのがあるとバン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 ボールを投げていって試合時間が短くなるみたいな感じなんで、もう赤やじゃんって感じですね。で、あとは人気者をつけて様々なプレーで積極性を出すっていうところも設定してあります。チームのユニフォームとかはこんな感じになってますね。神奈川にあるから横浜スタジアムが本拠地っていう感じで、ユニフォームはこんな感じって感じですね。感じて感じてなんだ。はい、以上が自分が考えてみた立海大附属中テニス部野球部です。いかがでしたでしょうか。作るのこれも楽しかったですね。これね、このシリーズ楽しいんですよ、作るの。標定対立海をやってみたいと思いますので、その際はまたご視聴いただければなと思います。ということで、この動画を良きと思っていただいた方、試合が見てみたいという方、チャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。